1945年エンパイアステートビルディング B-25 爆撃機衝突事故は、1945年7月28日、アメリカ陸軍航空軍所属の B-25 爆撃機がノームの中を飛行中にニューヨーク市のエンパイアステートビルディングに衝突した航空事故。この事故により14人が死亡し、推定被害額は当時の100万ドルと算出された。 この事故で建物の構造の安全性は損なわれなかった。ビル側面にめり込んだ機体の残骸30回以上もの欧州戦線への爆撃任務をこなしたベテランパイロットのウィリアム・カイ・スミス・ジュニア中佐が操縦する B-25 爆撃機は1945年7月28日通常の定期的な人員輸送任務のために マサチューセッツ州のベッドフォード陸軍飛行場からニューヨークの対岸にあるニュージャージー州ニューアークメトロポリタン空港へと飛行した。スミス中佐はノームのため進路を変更しラガーディア空港への着陸許可を求めたが視界はゼロであると忠告された。ラガーディア空港の管制官から少なくとも1500フィートの高度を保って元々の目的地である。 ニューワークメトロポリタン空港への進路を維持することを提案された。霧のため距離を見誤り早めに高度を下げ始め、クライスラービルディングを通過した後、左ではなく、右に旋回し、衝突コースへと乗った。衝突の直前に気づいて、高度を上げ、ビルを越えようとしたが失敗に終わった。午前9時40分、機体はエンパイアステートビルディングの北側、79階に、 衝突し、18-20フィートの大きさの穴を建物に開けた。衝突した木沢橋には、戦争扶助協会と全国カトリック福祉協議会の事務所が入居していた。機体に2つ装備されているエンジンのうち、片方が建物の南側の壁も突き破り、道路を挟んだ隣の区画まで270メートル、落下し、ペントハウスのアートスタジオを破壊する火災を引き起こした。 もう一方のエンジンとランディングギアの一部がエレベーターシャフトから落下した。エレベーターシャフトから伝わって燃え広がった。この火災は当時としては稀だった高層ビルで起きた火災として唯一消防士によって沈下が成功したものであった。火災は40分で消火された。ウィリアム・カイ・スミス・ジュニア・中佐、クリストファー・ドミトロビッチ二等軍曹、海軍航空機整備助手のアルバート・ペルナ、 衝突外にいた民間人が犠牲となった。ペルナの遺体は2日後捜索隊がエレベーターのシャフトの底で発見した。他の2人の乗組員の遺体は見分けがつかないほどに燃えていた。エレベーターガールのベティリオ・リバーはエレベーターシャフトを伝わった火災で80階においてエレベーターの籠から投げ出され重度の火傷を負った。 救急隊員が彼女を別のエレベーターに乗せて1階に運ぼうとしたが、そのエレベーターのカゴを支えるケーブルも事故の影響で損傷し、75階から落下し、地下階に到達した。オリバーはこの落下を生き延びたが、救助者が瓦礫の中に彼女を見つけた時、骨盤、背骨、首が折れていた。これは最も長い距離をエレベーターで落下し、 生き残った世界記録となった。エレベーターシャフト内部の空気がクッションになって落下スピードを緩めたと考えられている。事故の被害と人命の損失にもかかわらず、建物は次の月曜日の朝48時間以内に多くの木材橋で営業を再開した。この墜落事故は1946年の連邦不法行為請求法の成立と、 戦時中に遡って法律への訴求条項の挿入に拍車をかけ、被害者や遺族がこの事故について政府を訴えることを可能にした。ありがとうございます。